パワーヨガ20インナーマッスルに特化した20分のヨガを行っていきます。まずは太陽礼拝を2セット、両足を揃えてマットの先端に立ち、息を吸って手を上げて、吐いて前屈ウッターナーサナ。息を吐き切ります。吸ってルックアップ、吐いてジャンプバック、プランクポーズチャトランガダンターサナ。吸ってアッパードフェーシングドッグ、吐いてダウワードフェーシングドッグ。ご自身の呼吸で5呼吸置いていきます。1、2、3、4、5。次の吸う気で前を見てジャンプ、吸ってルックアップ、吐いて前屈ウッターナーサナ。吸って上体を起こして手を上げて、吐いて胸元合掌サマスティティ。呼吸を整えて繰り返します。次の吸う気で手を上げて、吐いて前屈ウッターナーサナ。息を吐き切ります。吸ってルックアップ、吐いてジャンプバックチャタランガダンターサナ。吸ってアッパードフェーシングドッグ、吐いてダウンワードフェーシングドッグ。お腹を引き締めて5呼吸置いていきます。1、2、3、4、5。次の吸う息で前を見てジャンプ、吸ってルックアップ、吐いて前屈ウッターナーサナ。息を吸って上体を起こして上に伸びて、吐いて胸元合掌サマスティティ。アレンジ型の太陽礼拝を2セット。息を吸って手を上げて、吐いて前屈ウッターナーサナ。吸ってルックアップ、吐いてジャンプバックプランクポーズで5呼吸キープしていきます。1、2、3、4、5。次の吐く息でチャトランガダンターサナ。吸ってアッパードフェーシングドッグ、吐いてダウンワードフェーシングドッグ。背面を気持ちよく伸ばしながら呼吸を整えていきます。次の吸う息で右足を天井方向に持ち上げ、スリーレッグポーズ。息を吐いて片足を上げた下向きの犬のポーズ。息を吸って吐きながら右足を右肘の横へ持っていってホールド。5呼吸キープしていきます。1、2、3、4、5。次の吸う息で右足を天井の方に押し戻してスリーレッグポーズ。次の吐く息で右膝を顔に近づけるようにして体を丸めていきます。5呼吸ホールド。1、2、3、4、5。次の吸う息で足を上に伸ばしてスリーレッグポーズ。吐いてダウンワードフェーシングドッグに戻っていきます。次の吸う息で左足を天井方向に持ち上げ、スリーレッグポーズ。吐きながら膝を曲げ、片足を上げた下向きの犬のポーズ。気持ちよく体を伸ばしたら、左足を左肘の横へ持っていってホールド。5呼吸キープしていきます。1、2、3、4、5。次の吸う息で足を上に伸ばしてスリーレッグポーズ。次の吐く息で左膝を顔に近づけるイメージで体を丸めて5呼吸ホールド。1、2、3、4、5。次の吸う息で足を上に伸ばしてスリーレッグポーズ。吐いてダウンワードフェーシングドッグに戻っていきます。呼吸を整えてダウンドッグで少し休んでいきます。お腹を引き締めたまま呼吸を深めると、腹部のインナーマッスルが鍛えられます。次の吸う息で前を見てジャンプ、吸ってルックアップ、吐いて前屈ウッターナーサナ。息を吐き切ります。次の吸う息で上体を起こして上に伸びて、吐いて胸元合掌サマステティ。息を吸って手を上げて、吐いて前屈ウッターナーサナン。吸ってルックアップ、吐いてジャンプバック。頭からかかとまで一直線、プランクポーズで5呼吸キープしていきます。1、2、3、4、5。次の吐く息でチャトランガダンターサナ。吸ってアッパードフェーシングドッグ、吐いてダウンワードフェーシングドッグ。背面を気持ちよく伸ばしながら呼吸を整えていきます。お腹を引き締めて腰が反らないように気をつけましょう。次の吸う息で右足を上に伸ばして、吐いて手と手の間に置いたら上体を起こして、吸って手を上に。戦士のポーズ1番、代謝アップや肩こり改善に効果的なポーズです。息を吸って息を吐いて、次の吐く息で手をマットに戻して、ダウンドッグに戻ったら足をチェンジ。左足を手と手の間に置いたら上体を起こして、吸って手を上に。戦士のポーズ1番、お腹を引き締めて気持ちよく上に伸びて呼吸を整えていきます。視線は手か天井方向に。次の吐く息で手をマットに戻して、ダウンドッグ1回流していきます。息を吐いてプランクポーズチャトランガダンターサナ。吸ってアッパードフェーシングドッグ、吐いてダウンワードフェーシングドッグ。呼吸を整えて一息つきます。息を吸って吐きながら左足を右手の横へ。息を吸いながら右手を上に伸ばして、視線も上に。気持ちよく体の前面を伸ばしていきます。3呼吸ホールド。1、2、3。次の吐く息で手をマットに戻して、ダウンドッグ。呼吸を整えて一息ついたら反対。息を吸って吐きながら右足を左手の横へ。吸って左手を上に伸ばして、視線も上に。3呼吸ホールド。1、2、3。次の吸う息で手をマットに、ダウンドッグに戻って一息つきます。次の吸う息で前を見てジャンプ、吸ってルックアップ、吐いて前屈ウッターナーサナ。息を吐き切ります。次の吸う息で上体を起こして上に伸びて、吐いて胸元合掌サマステティ。続いて四つん這いになっていきます。肩の真下に手首、お尻の真下に膝が来るように調整したら、息を吸ってゆっくりと背中を反らして、お尻を天井に向かって突き出していきます。息を吐いて背中を丸めて、視線はおへそに。ご自身のペースであと4回ほど行います。息を吸いながら背中を反らして、視線は斜め上に。吐きながら背中を丸めて、手でマットを押して肩甲骨を広げていくイメージで、キャット&カウ。体を柔軟にしてインナーマッスルを鍛えるのに効果的なポーズ。運動前に行うと怪我の予防にもなります。息を吸って背中を反らして、手でマットを押しながら首を長くしていきます。息を吐いて背中を丸めて、ラスト1。息を吸って背中を反らして、息を吐いて背中を丸めて。次の吸う息でフラットニュートラルに戻っていきます。次の吸う息で右足と左手を伸ばして、お腹に力を入れてバランス。息を吐きながら膝と肘を近づけて体を丸めていきます。息を吸って手足を伸ばして、この動きをあと4回行っていきます。吐いて丸めて、ゆっくりとインナーマッスルを意識して行っていきます。吸って伸ばして、吐いて丸めて。体が左右にぶれないようにしましょう。吸って伸ばして、吐いて丸めて。ラスト1。吸って伸ばして、呼吸を止めないように。吐いて丸めて、吸って伸ばしたらホールド。3呼吸キープしていきます。1、2、3。息を吐きながら四つん這いに戻したら足をチェンジ。息を吸って左足と右手を伸ばして、息を吐きながら膝と肘を近づけて、息を吸って伸ばして、この動きをあと4回行っていきます。吐いて丸めて、吸って伸ばして、吐いて丸めて、体が左右にぶれないようにしましょう。吸って伸ばして、吐いて丸めて、ラストワン。吸って伸ばして、呼吸を止めないように。吐いて丸めて、吸って伸ばしたらホールド。3呼吸キープしていきます。1、2、3。次の吸う息で四つん這いに戻ったら、お尻をついてチャイルドポーズ。一息つきます。背中周りの筋肉を気持ちよく伸ばしていきます。お水を取っていただいても大丈夫です。次の吸う息で四つん這いに戻ったら、両肘をマットについてプランクポーズへ。頭からかかとまで一直線に、体幹強化に効果的なポーズ。10秒キープしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。息を吐いてうつ伏せで休みます。腰を左右に振ってお腹の筋肉を緩めていきます。続いて背筋のエクササイズ。次の吸う息で手足を持ち上げ、5呼吸キープしていきます。1、2、3、4、5。次の吐く息でうつ伏せに戻ったら一息つきます。もう1セット。次の吸う息で手足を持ち上げ、3呼吸ホールド。呼吸を止めないように気をつけます。1、2、3。息を吐きながらうつ伏せに。ラストワン。次の吸う息で手足を持ち上げたら、手足を交互に30回動かしていきます。お腹やお尻にも力を入れて。10。呼吸を途中で止めないように。20。ラストスパート。30。次の吐く息でうつ伏せに戻ったら一息つきます。腰を左右に振って腰周りの筋肉を緩めていきましょう。続いて腹筋、仰向けになっていきます。息を吸って吐きながら、片足ずつ90度になるように足を上げていきます。おへその下丹田を締めて、手と頭を上げて、息を吸って手を上下に振って、息を吐いて手を上下に振って、この動きを5セット繰り返していきます。吸って1、2、3、4、吐いて1、2、3、4、吸って1、2、3、4、吐いて1、2、3、4、吸って1、2、3、4、吐いて1、2、3、4、吸って1、2、3、4、吐いて1、2、3、4。ラスト吸って1、2、3、4、吐いて1、2、3、4。続いてクロスクランチ。対角線の肘と膝を近づけながら、体をひねって腹筋運動。この動きを30回行っていきます。息を吐くときに体を丸めて、呼吸と連動して行っていきます。10。お腹を引き締めて、インナーマッスルとくびれを意識していきましょう。20。呼吸を止めずに、雑にならないように最後までしっかり行っていきます。30。息を吐いて仰向けで一息つきます。お腹を左右に揺らして、使った腹筋を緩めていきます。続いてサイドプランク。四つん這いから足を伸ばして、左足の上に右足を重ね、右手を腰に。バランスが取れたら上に伸ばして、右手で右足の親指をつかめそうであれば掴んで、足を伸ばしていきます。視線は斜め上に。体幹強化、ウエストのシェイプに効果的なポーズ。次の吐く息で四つん這いに戻ったら、今度は反対。足を伸ばして、今度は右足の上に左足を重ね、左手を上に。バランスが取れたら、左手で左足の親指を掴んで、足を伸ばしていきます。視線は斜め上に。呼吸を止めずに体の軸を意識してバランスをとっていきましょう。次の吐く息で四つん這いに戻ったら、チャイルドポーズで休んでいきます。使った筋肉を伸ばしていきましょう。ゆっくり起き上がって仰向けになっていきます。足を左右に揺らして体を緩めていきます。次の吸う息で膝を立てたら、右の足首を左の太ももの上に乗せ、息を吐きながら左足を胸の方に引き寄せます。刺激を強めたい方は顔も持ち上げて4の字のポーズ。お尻や腰周りのストレッチ、気持ちよく筋肉の伸びを感じていきましょう。次の吐く息で手足を離して足をチェンジ。今度は左の足首を右の太ももの上に乗せ、息を吐きながら右足を胸の方へ。骨盤の歪みの改善、便秘や生理痛にも効果的なポーズ。ゆっくり呼吸をしてポーズを深めていきます。次の吐く息で手足をほどいて、一息ついたら右足の膝を立て、息を吐きながら左にひねっていきます。ワニのポーズ。骨盤調整に効果的なポーズ。呼吸とともに内臓にも刺激を入れていきましょう。次の吸う息で足を戻して一息つきます。今度は左足の膝を立て、息を吸って吐きながら右にひねっていきます。気持ちよく体を伸ばして、呼吸とともにポーズを深めていきます。次の吸う息で戻ります。一息ついたら両膝を抱えて、腰を左右に揺らして腰をマッサージしていきます。体の力みをとってリラックスしていきましょう。次の吸う息で手足を天井に伸ばしてブラ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 、ゴキブリのポーズ。末端冷え症や足のむくみに効果的なポーズ。次の吐く息で足でお尻を叩いてマッサージしていきます。お尻や太ももの筋肉をほぐしていきましょう。次の吸う息で手を膝の上に乗せ、足を回していきます。気持ちよく股関節を伸ばしていきましょう。数回回したら反対回しも行っていきます。動かしにくい場所は息を吐きながら丁寧に回していきます。次の吐く息でマットの上で足の裏を重ね合わせたら、頭の上で両肘をつかむように手を置いて、仰向けの合席のポーズ。骨盤調整、リラックス効果があるので、寝る前におすすめのポーズ。気持ちよく体を開いていきましょう。ゆっくり息を吸って、息を吐いて、マットに体を委ねていきます。次の吸う息でポーズをほどいて一息つきます。マッチーアーサナ。手のひらを下向きにして両腕を体の下に入れ、息を吸いながら肘で体を押して背中を反らしていきます。頭頂をマットにつけて魚のポーズ。姿勢改善、美肌効果。首や顔のシワの緩和、自律神経を整えるのに効果的なポーズ。ゆっくりと呼吸を深めていきます。次の吐く息で仰向けに戻り、足や顔を左右に揺らしてリラックスしていきます。シャバーサナ、マットに身を委ね全身脱力。数分のシャバーサナをしてプラクティスを終えていきます。